はい、皆さんこんにちは、マナルゆるいじです。では今回は初代セガサタン版ギレンの野望ジョン軍編プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は第一次降下作戦でオデッサに降下した部隊が無事攻略作戦を成功させました。ご覧のようにオデッサが我々の制圧圏内に入っているという状況です。で、地球に降り立った部隊のうちランバラルがですね、撃破されてしまって今療養中になっているんですけども、それ以外は大きな損害はなくですね、まず第一次降下作戦が成功したというところになります。で、続いて第二次降下作戦、これは北米に対してですね、ガルマを降下させようと思ってるんですけども、ここにはですね、万全を期してというところも含めて、まずここにいるガイア、オルテガ、マッシュ、この3連星、さらにその3連星と仲が微妙に悪いシャ、これをですね、北米に降ろそうと思っています。で、そのために今ですね、HLV、地球に降下するためのカプセル、これを大気圏上空に移動中になります。その間にね、この唯一残ったディアンム、これのね、撃破を行っていきたいというふうに思います。では、第二次降下作戦発動できるところまで時間を進めていきたいと思います。ここはまずマゼランのティアムを撃退していきましょう。さすがにティアム硬いですね。で、アニメーションに関してはですね、一通り確認しましたのでオフにしてありますけども、新型のモビルスーツとかが配備されてきたらですね、戦闘アニメーションを確認したいので、その時にまたオンしていきたいと思います。ご了承ください。ちょっとね、話脱線するんですけど、オキュラスクエスト2、いわゆる VR ですね、これを買いまして、先日届きました。もうすごいですね、これもうおすすめしまくりです。ぜひですね、VR 未体験の方はこれオキュラスクエスト2買ってみてほしいと思います。特にオキュラスクエストの何がいいかっていうとですね、アダルト VR が素晴らしいですね。で、ちょっと話脱線しましたが、どうだろう、これ資源385が本当にきついな。もうちょっと地上での占領を増やしていって資源を増やさないと、まともにモビルスーツの生産もできない状態ですね。お金には余裕が資源に比べるとあるので、研究費にはお金を投じていきましょう。併合して情報にも予算を投入します。ランバラルは回復したかな。回復したね。ランバラル配属しましょう。で、ただ配属するにしても地上で配属したいよな。今地上でもモビルスーツがですね、ちょっと配備できない状態なんですが、オデッサに1機ザク2あるので、これランバラル乗ってもらいましょう。で、残りの未配属、例えばアコース、コズン、ハモン、このあたりについてはですね、一旦このままにしておいて、この後オデッサで生産を行うので、その生産を行ったらですね、オデッサに直接配属しちゃいたいと思います。なので、とりあえず今はここで舞台を待ちましょう。ここにいるね、HLV、3つ、3個、3隻。これが衛星軌道上に到達したら、シャアと3連星、これを乗せて、ガルマと共に降下をしてもらいたいと思います。じゃあ、シャアも一応ね、準備という意味で出しておきましょう。では、時間を進めます。はい。少しターンを進めて今8ターン目まで来ました。ここで資源がね、3700と以前より少し余裕が出てきています。その中で何を生産していくかっていうので、ちょっと考えながら進めていこうかなと思いますね。で、今技術レベルにアップデートをかけていますが、さらに開発プランの方を確認していきましょう。開発プラン、今のところ例えばカスタムカラー、パーソナルカラー化っていうのが少し出てきているようなので、そういうものを入れつつ、あとはザクの高性能化ですね、こういったところに開発プランでお金をかけていきましょう。
陸戦艇の開発ってこれは何だろう、ギャロップかな。ちょっとお金がないのでギャロップは次に回しますか。ドップのこれガルマザビ専用ドップですかね。あと攻撃機器の開発、これは何だろう、ガウにはちょっと見えないな。まあ、あとお金を少しずつ貯めて、これらのね研究をしっかり行っていきたいと思います。で今宇宙の対応状況なんですけども、これは敵だな、連邦軍が打ち上げてきたな、アフリカ大陸から。なのでこういうものを撃退しつつ、ここに現れたティアンムのマゼラン、これも回復してきてるね。こういうのを、まあ、間違いなく叩いていきましょう。ではまた時間を進めていきます。我が祖国がこの宇宙に光をもたらすその日まで、貴公の命わしが預かった。その日まで私の命お預けいたします。君とまたこうやって靴輪を並べることになろうとは、共にジオンの栄光のために戦おうではないか。ああガト、共に戦おう。これ HLV 叩き潰すと中に入っているモビルスーツごと潰せますね。これ上がってきた瞬間に潰すっていうのが一番効率がいいかもしれない、敵の戦力を削る上では。なのでこの衛星軌道上にはしばらく艦隊を駐留させておいて、連邦軍が地球からモビルスーツを打ち上げてきたら HLV の中に入っている状態で潰しましょう。そうすると効率よく敵のね、戦力を削れるのかなと思います。地上の方ですけども少しずつ制圧を進めてまして、まずこのロンメル隊ですね、ロンメル隊で、スペインの方に向かっていきましょう。でここにランバラル隊いますので、このランバラル隊はですね一度オデッサの守備を行ってもらいたいと思います。まあオデッサにまだ微妙に敵の部隊残ってるんでね、この敵の部隊をここで潰しておこうと。さらにシーマの部隊はこのままインドの方向に向かっていってもらって、周辺のね制圧を進めていきたいと思います。はい、では衛星軌道上にね、大部隊の展開完了しました。ご覧のように HLV をね展開させましたので、ここでいよいよ特別プラン第二次降下作戦、これを発動していきます。第二次降下作戦を実行しますか。これで北米に部隊を下ろせるようになります。これより我が軍は第二次降下作戦を開始する。目標は北米大陸、南米のジャブロー基地を牽制するためにもこの地域の占領は必要である。ここにはガルマとシャーとオデッサで見せた、さらに黒い3年生を送り込んで、まあ、実際のアニメのね、原作よりも舞台は充実させた状態で、降下作戦をね行うことができるかなと思います。早速降下させていきましょう。突入、まあ、特にシャーとね3年生には期待しています。突入で、先ほども話した通り大気圏に打ち上げられてきた敵 HLV、 これは腹の中にモビルスーツを積んだ状態のまま撃破をね、進めていきたいと思います。突入ということで、だいぶ部隊を下ろせたんじゃないかなというふうに思います。ではこっからですが、敵のね、まあ戦艦がたびたびルナ2から出てきたりはするので、彼らを撃退しながら、さらにね攻略戦を進めていきたいと思います。で、ね、意外と忘れがちなのがこの索敵なんですよね。この索敵を忘れて攻撃を仕掛けると、反撃を受けた時とかにね、手痛いしっぺ返しを食らうので、まあこのね索敵に関しては
忘れないようにもう本当に植え付けるというか身に染み込ませるというか、そういう対応はね今後必要になってくるかなと思います。まだね実はそういう身に染み付いていない部分もあったりするので、ついつい言い忘れてしまったりするんですけど、まあそれがね忘れないように気をつけましょう。あの常に策的。ここはサラミスと、これまたティアンム、いやブレックスだな、ブレックスが出てきましたね。ブレックスこの時ですでに少々か、何なんでしょうね。エウーゴに参加した時のブレックスは準将だったと思うんですけど、降格したのかな、まあ、いずれにしてもこのマゼラン厄介だな。どうするかな、ちょっと一度下がっておきましょうか。モビルスーツ戦にできればしたいので、このルナ2に近づきすぎている感がある部分を少し下げましょう。あくまでもこの衛星軌道上を守る、まあ、そういうね作戦に変えていきます。で衛星軌道上に敵が接近してきたら、これをこう間違いなく全力で潰すっていうね、それで敵のね打ち上げてきた戦力を叩いていきましょうか。ではまた時間を進めていきます。では北米に降下した部隊ですね、これ二手に分けて一気に進撃を行っていきましょう。まずガルマの部隊ですね、ガルマの部隊は、まあ、ニューヨークの方に向かって進撃を開始してもらいます。次のターンでニューヨークの方に侵入できるかなというところですね。ただ侵入するときある程度数を揃えたいので、部隊が揃わなかった場合にはね、突入するのを少し先にずらしたいと思います。3連星の方はカリフォルニアの方に進撃してもらいましょう。敵の方はまだ当然モビルスーツをね、出してきていない段階なので、ここはねモビルスーツ戦をこちらが展開しておけば、まあ、無難に勝てるかなというふうには思っています。まあ、数はね多くてもモビルスーツがいなければ我々の方が有利に戦えると思うので、まあ、有利にね戦える状況というものを、しっかり用意しておきましょう。ライデンもカリフォルニア方面に向かってもらおうかな。でシャアはガルマと共にニューヨークの方に向かってもらいましょう。お久しぶりだな、シャアとガルマの地球の恵み司令官ガルマ。何度も見ましたねこのシーンは。士官学校時代と同じガルマでいい。ガルマとねシャアがニューヨーク攻略戦で共闘するっていうね、これをこれでなかなか感慨深いというか、いいですよね、シーンとしてもね。では次のターンでうまくすればニューヨークの方には侵入できるかな。カリフォルニアの方には敵の部隊を排除しつつ、3連星とジョニー・ライデンを向かわせます。ヨーロッパ方面はご覧のように順調に勢力を広げていますので、このままね、確実に制圧を進めて、お金とね資源をね回収していきましょう。ではニューヨークの拠点戦に入ってみましょう。シャアも投入するしガルマも投入、モビルスーツは全部で9機投入します。まあ、数としてはちょっと心もとない数かなと思うんですけども、ここはシャアとガルマにね期待していきたいと思います。一方カリフォルニアの方には引き続き敵の部隊を排除しながら進んでもらいましょう。宇宙の方は敵の部隊ちょろちょろルナ2から出ては入ってを繰り返してくるので、これはですねしっかりと補給をしながら、まあ、入れ替わり立ち替わりで我々も部隊を前線に投入していく形になるかなと思います。なので消耗した部隊は一度戻して補給をして、その後にまた前線に復帰するっていうね、このオペレーション、まあ、少し面倒なんですけども、オートを移動でできる機能はありますので、オート機能をうまく使いながらですね、
確実に敵の部隊をね、この衛星軌道上で排除していければいいのかなというふうに思います。ではニューヨーク侵入しましたので攻略を始めていきましょう。敵の数がどれくらいかっていうところですかね。戦闘開始します。まあ、数はあんまり多くはないかな。これを見る限り61式戦車が、全部で9配備されているように見えますね。では我々の方は隊列をガルマを先頭に部隊を差し向けていきましょう。シャーももちろん進めていきます。この数であればね、ある程度このターンで型がつけられるんじゃないかっていうね計算も立ちますからね。シャア専用機もあるので、ここはこのターンで型をつけちゃいましょう。何？ガルマがガルマがいきなりやられたか。まあ、61式戦車も侮れないということですね、これだとね。まあ、ガルマ死ぬわけではないので、このゲーム上でいきなりね、こういった形で撃破されても死ぬわけじゃないので、再び地球方面軍司令として、戻ってきてもらいたいかなと思います。しっかり索敵をしながら進めば、まあ、負けるような相手ではないかなと思うんでね、進んでいきましょう。まあ幸いにもまだ、まあ、シャアも無傷で残ってますし、ノリスも、まあ、無傷で、残っているという状況もありますからね。ここはまだまだ危ないシーンではないかなと思いますので。攻撃を続けていきましょう。本当にできればこのターンでニューヨークの攻略を済ませてしまいたいですからね。今ガンダムのゲーム、実は古いレトロゲーム含めて集めてまして、ゼータガンダム、まあ、シューティングゲームなんですけどね、ちょっとそういうのも今後やっていこうかなと思っていますので、興味ある方いればちょくちょくこのジャンルで覗いていただきたいと思います。まあ、基本的にシミュレーションゲームばっかりやってるんですけど、ガンダム系のゲームはちょっと一通りおさらいしたいなということで、本当にシミュレーションゲーム含めて、シューティングだったりアクションだったりっていったのも本当にかき集めて順次プレイの方は披露できていったらいいかなと思います。思ったより敵が硬いな。もっとねサクサク敵削っていけてもいいかななんて思ったんですけどね、61式戦車相手であれば。ただ思ったより手こずっている。ガルマも戦死してしまったというのもありますけど、まあ、シャアが残ってノリスが残ってモビルスーツが 3,4 機残ってれば、この残りの数だったら十分に撃破はできるかなと思いますけどね。まあ、ただ隊列なんかはしっかり見直しながら撃破されないように気をつけましょう。ここもノリスがほぼ無傷で残ってるんで、ガシッと前に出てこの61式戦車無傷ですけど、この3機潰しましょう。戦車の数え方ってどうなんでしょうね。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、戦車の数え方は1機2機でいいのかな。ここもこっち側の下にいる戦車、これフライマンタと61式の戦車ですけど数が少ないので、これはこっちに任せてシャアは61式戦車3機をノリスと一緒に潰しにかかりましょう。これうまくすればここで終わるし、終わらなくてもねだいぶ敵の数減らせると思うので、この次のターンで全滅させられるかなという期待ですね。これで北米大陸の制圧が完了したら、あ、いよいよね地道に制圧を広げていって、連邦軍に対してね攻勢を仕掛けていくっていうフェーズになると思うんですけど、
6一機戦車が1機残りましたね。この1機を次の段で破壊すれば、一応ニューヨークの制圧完了ですね。カリフォルニアをどうするかだな。ちょっと、まあ、手こずってるというか敵の防衛が多くて、まだ侵入が果たせていないという状況ではあるんで、ここをしっかり排除すれば、まあ、終われるかなっていうところですね。では、とどめはシャアで刺しましょう。ちょっと確認しなかったんですけど、キャラクターにレベルがあるかどうかですね。レベルがあるんだったらね、シャアとかランバラルとか強いユニットは積極的にレベリングしていきたいなと思いますけど、戦いとは後でそこは確認しておきたいと思います。これでニューヨークの制圧戦完了です。報告します。ニューヨーク方面軍が戦略拠点ニューヨークの制圧に成功しました。はい、では今回はね、一旦ニューヨークの攻略までということにさせていただいて、次回はですね、サイド6から我が軍の艦艇の領空侵犯について苦情が出ています。宇宙軍はカリフォルニアの攻略をね進めていきたいと思います。少しぐらいの領空侵犯は仕方なかろう。放っといても構わないのじゃないか。ちょっと今イベント進んじゃいましたけども、このサイド6の領空侵犯に関してはちゃんと対処しましょう。世論が下がったりしますからね。撤退させます。なんでだ兄貴、この俺にその通りサイド6に詫びてもらいましょう。詫びでも入れろっていうのか。わかったよ、謝ればいいんだろう。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。